これからの日本の基幹産業となる宇宙航空の分野でスペシャリストとして飛び立とうとしている学生がここにいる。彼が所属する船場ゼミではフライトシミュレーターを研究している。これは飛行状態を地上で模擬再現する装置。現存するフライトトレーニングデバイスを分析しながら独自の改良を加え、より訓練で使いやすいコンパクトなトレーニングデバイスを開発しようとしています。そしてそれを移動可能なものへと発展させ、一般の人たちが航空業界に興味を持ってもらえるような操縦体験機器を構想中です。今世界は地上から宇宙へと産業展開が広がっている。彼の夢は航空宇宙機器の設計など、これからの未来社会を支える新分野のスペシャリストとして活躍することだ。